ニューヨークカウンターポイントは、スティーブ・ライヒの作曲したクラリネットとテープのための作品。リチャード・ストルツマンの移植で1984年に作曲され、1986年1月20日に、ニューヨークのエイブリー・フィッシャーホールで初演された。独創楽器とテープのためのカウンターポイントシリーズの2作目にあたり、同種の楽器の響き合いによって、 ライヒの初期作品を思わせる多層的な響きが形作られている。またこの作品ではクラリネットによって電子楽器に近い音色が生まれ、それによってニューヨークという街の波打つ楽器を再現することが試みられていた。ライヒの作品の中でも広く知られているものの一つである。奏者は事前20のパートを録音し、ライブでは リアルタイムの演奏と録音等をミキシングして聴衆に届ける。また、11人のクラリネット奏者によってリアルタイムで演奏することもできる。切れ目なく演奏される休館休の三楽章からなり、演奏時間は約11分。ありがとうございます。